ウマ娘プリティダービー熱血はちゃめちゃ大感謝祭。オリジナルストーリーが楽しめる一人用のモードです。オフラインで遊べるモードでオリジナルストーリーが楽しめる一人用のモード。ウマ娘。彼女たちは走るために生まれてきた。時に数奇で、時に輝かしい歴史を持つ別世界の名前と共に生まれ、その魂を受け継いで走る。それが彼女たちの運命。この世界に生きるウマ娘の未来のレース結果はまだ誰にもわからない。彼女たちは走り続ける。瞳の先にあるゴールだけを目指して。そして今回は、開催春のファン大感謝祭。皆さん、説明会にお集まりいただきありがとうございます。今回の春の大感謝祭には特別なイベントが用意されています。その名もはちゃめちゃグランプリ。バスケ、ドッジ、大食い、大障害、以上4つの種目で戦う盛りだくさんのチーム戦となります。バスケは4人で一斉にゴールを狙う各チームの代表者たちとの複数戦です。ドッジも同じく4人の代表者で戦います。怪我に注意してぶつけ合っちゃってください。大食いにはサーバーとイーターが存在します。配膳係と食べる係ですね。たくさん食べて勝利を目指しましょう。大障害は学園から町の中まで続くコースを走ります。途中にはいくつもの障害があるので乗り越えてくださいね。以上、4つの競技の合計スコアで優勝チームが決まります。仲間たちと協力して頑張ってください。厳選。すでにウマ娘諸君には伝えている通り、チームは私自らくじ引きで決めさせてもらった。スペシャルウィークほかチームコスモス。はい、普段はライバルですけど、はちゃめちゃグランプリみんなで力を合わせて頑張ります。和をもって尊しとなす。私たちならきっと最高の結果を残せるはずです。エアグルーヴほかチームフリージア。いかなる困難が立ちふさがろうとも、足を止めるような軟弱者はフリージアにはいない。勝つのは私たちだ。いつでも戦闘は、勝利は譲りたくないもの。次、チーム。あ、チーム名変更届が来ていると。
検討、後ほど確認しよう。シンボリルドルフ他チームローズ、今回はチーム戦、一致団結し不動不屈の精神で立ち向かおう。豪気三千たるチームローズの姿を皆に届けるために。お任せください、目白家の馬娘としてこの名に恥じぬふさわしい活躍をお約束いたしますわ。ダイワスカーレットほかチームリリー、どんな勝負だって受けて立つわ。一番は私たちのチームだってみんなに見せつけてやるんだから。皆さんやる気に満ちています。やる気に、必死に、とても熱く。ああ、いけません。そのように戦うなどいけない、いけないけれど、でも、でも勝つためには。諸君、これは普段君たちが夢を背負い走っているレースではない。けれどそこには変わらず勝敗がある。オーカ、力を合わせ、そして楽しんでほしい。諸君らが輝かしい結果を得られることを祈る。それでは皆さん、春の大感謝祭はちゃめちゃグランプリへ向けて一斉にスタートしましょう。どのストーリーで遊びましょうか。遊びたいショーを選択してください。お母ちゃんへ。お元気ですか？私は毎日楽しく過ごしています。今はファン大感謝祭の準備中です。ウマ娘が応援してくれるファンに感謝を伝える日、みんなで全力でファンを喜ばせるお祭りみたいな日です。今回は特別にチーム対抗はちゃめちゃグランプリが開かれます。4種類の競技を盛り込んだ、なんだかすごい混合戦みたいです。私はいつものみんなと同じチームになりました。いつも仲良しで、いつも一緒に走っているキングヘイロー、声優スカイ、グラスワンダー、エルコンドルパサー、そして私、スペシャルウィーク、以上5名でチームコスモスとする。だって、よかった、みんなと一緒で嬉しいね。改めてよろしくね。もうはしゃぎすぎ、毎日教室で顔を合わせているメンバーじゃない。お互い勝手が分かってて何より。というわけで、せいちゃんはいつも通り。ちょっと、隙あらば昼寝しようとしないの、作戦会議でしょ。いつも通りですね。なんだか安心してしまいます。でもそろそろ集中していきましょうか。作戦会議は勝利への一歩、はじめが肝心ですし。
だね。最初の一歩が。と、あれ？そういえば、まだエルちゃんが来てないね。たたたた、大変でーす！うわぁ、エルちゃん、どうしたの？今、ここに来る途中で聞いたんですけど。ねえねえ、今度のファン大感謝祭って海外にも放送されるんでしょ？うん。で、注目を集めたチームは海外のレースに招待されるって話もあるんだって。へえ、噂でしょ？でも目指しちゃう？ワクワクするし。海外のレースに招待？まさか、たかが学園の一行事ですよ。でも、この学園には注目されるだけの理由がある。そうは思わない？エルさんみたいに海外に行く馬娘もいる。学園もそれをバックアップしている。ということは、新たなチャンスを提供する可能性だってあるじゃない。世界か。お母ちゃんに言ったら驚くかな。世界の馬娘さんたちとまた走るんだよって。みんな純粋だな。いや、夢のある話ですけど、もし本当だとしたら、ふむ、世界相手も面白そうではあるけどね。せい、皆さんいい目になってきましたね。エルが世界最強と知らしめるチャンスなら、この機を逃す手はありません。注目を集めるなら何をすべきか。はい、スペちゃん。注目？派手に、こう…スペちゃん、難しく考えなくていいんですよ。私たちの目的は最初から変わりません。出るからには全力で勝つ、誰にも負けない、つまりファン大感謝祭におけるはちゃめちゃグランプリにて優勝できれば、おのずと注目は集められるかと。そっか、優勝して注目を集めて海外からの招待をゲットです。うん、じゃあ特訓あるのみだね。優勝目指してけっぱるぞ。早速練習していくけど、はちゃめちゃグランプリには大障害、大食い、どっちにバスケがあるんだよね。はい、目の前のセットは大障害ですね。街にまで及ぶ巨大なアスレチックをより早く駆け抜けた者が勝ちとなります。おえー、街まで。商店街のみんなも見に来てくれるかな。そうですね、人目につきやすいのはもちろん、ダイナミックな動きも注目を集めやすいかと。なるほどなるほど。ちゃん、勝負ですよ。どっちが先にゴールできるか、ここでも競いましょう。ちょっと待ってよ。おお、文字通りすっ飛んでいきましたか。いやはや元気なことで。のんきに構えていられないわ。私たちも行くわよ。これでは一緒に優勝を目指すチームというより、まあこちらの方がいつもの私たちらしいですね。
次に出馬する馬娘を選択してください。行くわよ。頑張ってください。競技に出馬する馬娘を選択してください。行きます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 。